兄さん、ちょっとここでタバコ吸うのやめて。ねえ、ここ公園だから。わかる？ここ公園だからみんなね、赤ちゃんもいるし、ご老人もいるし、走ってらっしゃる方もいるし、ここで吸うのはやめていただけますか？私たちみんなで守ってるんですよ。ねえ、あなたもルール守ってください。ルール守るというかね、もう法律を守ってくださいよ。ねえ、知ってますか？この煙だけで私たち健康を損なうんですよ。ねえ、決められましたね？ニュース見てないですね？そのなんとか健康増進法、受動喫煙法。あなた、ルール違反どころか法律違反ですよ。あのね、本当に困るんです。公園でタバコ吸われると。あなた一人家帰って吸えばいいじゃないですか。わざわざこんな広いとこで吸わないで。タバコなんてね、健康もお金も時間も全部無駄にしてる。人生無駄にしてると言ってもいい。わかりますか？あなた。海外見てごらんなさい。タバコ吸ってる人なんか就職もできませんよ。結婚もできない。あら、兄さんこの時間今何してらっしゃるの？こんな朝っぱらから。結婚されてないってことですね。困るんですよ。こういうの。ルール守っていただかないと。私たちが困る。あなたは困らないかもしれないけど。ここ、喫煙所っすね。